皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は稲妻イレブンアレスの天秤のファミ通紹介をしていきたいと思います。RPG のように物語を進めながら選手を育てて、戦闘はサッカーの試合で行われるのがシリーズの特徴です。試合シーンが大きく進化を遂げていて、実際のサッカーと同様にフィールドの中央からスタートして、ボールをキープしながら自分で操作して、攻め上がっていくパスゲームです。パスを出しても自由自在です。そんな試合の流れを紹介します。プレスでボールを支配します。相手にボールを取られてしまうと攻められるピンチになります。その時は近くの選手でプレスをかけてボールを奪い返しましょう。新シリーズのキックオフを告げるサッカー RPG へと進化しました。まあ稲妻イレブンとはな、確か私が高校生の時からすでに放送されてるアニメでしたね。まあ結構サッカー好きにはたまらないアニメですかね。確かコロコロコミックで連載されていたらしいですね。まあ稲妻イレブンも、まあその頃はまだデンジャラス爺さんじゃっていうのが確かあったような気がしますね。いや確か大人になってからだったかな。まあそこは後で今度調べてみたいと思います。まあそうですね、敵をかわしながら攻め上がっていきます。パスを出してもガイド表示で最適に行います。キーパー時には相手からどんなシュートが来るのかを見極めて、キャッチかパンチングで防ぎます。ゴール前でシュートの時には狙うコースを選べます。見事シュートが決まれば得点が入ります。時間いっぱいまでリードを守れば勝利です。まあ攻め、まあこの場合スポーツって結構攻撃型かディフェンス型かに分かれるんですよね。まあ結構アイシールド21では主人公たちのチームが攻撃型に特化したチームで、とにかく点を取って取りまくって、結局そしてどんなに 点差でも高得点を取れば勝てるという概念を持つチームでしたね。まあ攻撃型のチーム、まあ嫌いではないですけどね。防御型ディフェンス型のように粘るタイプも意外と好きだったりしますね。というわけで今回はこの辺で、稲妻イレブンアレスの天秤のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。